さあ、行きますよ。お前はフリーザ。17号さん。ジレン、このままだと時間切れになる。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。無駄なことを。もう戦えない者を武舞台に上げるのがお前たちお得意の信頼とでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。俺に二度も手を下させるな。あなたが手を下す心配などなさらず結構。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう。この私にね。おや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないってね。ずわ、そら、当たらんぞ。なめるな。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。まさかこの私がゴールデンの状態が維持できないと。すまなかったな、二人とも。任せっぱなしになっちまったよ。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。フリーザー、オラたち全員とっくに限界を超えちまってんだ。今ここで3人が協力して立ち向かねえと、ダイナーうちは消えちまうんだぞ。やっぱり私を生き返らせるという約束覚えているでしょうね。フリーザー、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。ふん、あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。はあ、私を投げ飛ばしなさい。分かった。いけ。いいんですか？私は悪事をやめるつもりはありませんよ。
そん時はオーラが倒すさ。さてどうなりますかね。you